バリエノは、鈴木が日本国外で販売している、ハッチバックタイプの乗用車である。また、日本市場においては2016年3月から2020年7月まで販売されていた。第85回ジュネーブモーターショーに出品した、コンパクトカーのコンセプトモデル、イクマイナス2をベースに市販車化したもので、第66回フランクフルトモーターショーで世界初、公開。製造は、 インドの現地法人であるマルチスズキインディアのマネサール工場で行われ、インドから全世界向けに供給される。日本市場にも投入されるが、マルチスズキ製のモデルが投入されるのは、スズキとして初めてで、日本の自動車メーカーとしても、インドで生産された車両を輸入するのは、前例がないという。この施策について、スズキ会長のスズキオサムは、 一番量が売れるのがインドだからインドで作る。工場は日本のレベルに到達し日本で作るよりコスト的にもメリットがあると説明している。イタリア語で先行の意味を表すバレーノの車種名はもともと三代目カルタスの欧州での車種名として使用されており再起用される形となった。インド市場では2019年の年間売り上げでディザイア、 アルト800、K10、スイフトに次ぐ売り上げを誇り、年間販売台数20万台に迫る勢いだが、日本市場では年間6000台の販売目標の20%以下にとどまり、2020年上半期での終売となった。トヨタグランザイポー、2018年3月29日に発表されたトヨタ自動車との完成車相互供給の基本合意に基づき、 2019年春頃よりトヨタへ OEM 供給予定とされ2019年6月6日にインド市場向けモデルとしてトヨタグランツァの名で販売されることが正式に発表された。なお、グランツァの名称はかつてトヨタが日本市場向けにスターレットのグレード名に使用していたものである。その後2020年9月1日にはトヨタグループの勝者である。 トヨタ通商を通じてアフリカ市場向けモデルとしてトヨタスターレットの名で販売されることが発表された。プラットフォームには B セグメント用の新開発プラットフォームを採用した。バレーのが本プラットフォームを採用する最初の車種であり、今後、スズキが発売する B セグメント車にも採用する予定である。骨格部を連続する滑らかな形状とすることで、 補強部品を減らし、板厚を見直して最適化することで、ボディ全体の軽量化に貢献するとともに、高い剛性も両立している。また、前輪タイヤの切れ角を大きめに設計できるようにすることで、2520mm のロングホイールベースを採用しながら、最小回転半径を 4.9m に抑えている。車格としては、 スイフトと同じだが、ボディサイズはスイフトより全長と全幅を一回り広げ、車高をやや下げ、ラゲッジスペースを広く取る形としている。チーフエンジニアの伊藤国彦はこのスタイリングについて、日本メーカーの同クラス車種が、居住性の良さが訴求ポイントのメインになっていって、だんだん背が高くなっているとして、これらとは一線を画し、格好良さと居住性をバランスさせることを目標に、 開発していると述べ、フォードフィエスタ、フォルクスワーゲンポロ、ヒュンダイ i20 などの日本国外のメーカーのコンパクトカーを競合車種として想定しているという。パワートレーンについては、日本市場向けには 1.2L 直列4気筒、デュアルジェットエンジンの K12C 型と、ダウンサイジングコンセプトの 1.0L 直列3気筒ガソリン直噴ターボエンジン。 ブースタージェットエンジンの計1 0 c 型の2種類が用意される。デュアルジェットエンジンは、ソリオイグニス用と同じもので、インジェクターを燃焼室の近くに配置し、一つの気筒に二つ設置することで、熱効率を高める、デュアルインジェクションシステムと、排気ガスの一部を冷却して燃焼室内に戻し、燃焼温度を下げることで、ノッキング抑制効果を高める。 クールド EGR システムを採用しており、平成17年基準排出ガス基準75%低減レベルと平成32年度年費基準を同時に達成している。日本史上初投入となるブースタージェットエンジンは直噴火と火球機によって1.0リットルの消排気量ながら1.6リットルのなエンジンに相当する高出力、高トルクを実現すると同時に 平成17年基準排出ガス50%低減レベル、認定取得と低燃費も両立している。トランスミッションはエンジンによって異なり、デュアルジェットエンジンには CVT を、ブースタージェットエンジンには6速 AT をそれぞれ採用する。デュアルジェットエンジンもインドで生産されるが、ブースタージェットエンジンは日本で生産した後、インドへ輸出し、現地で組み立てる形をとる。 安全面ではミリ波、レーダー方式の衝突被害軽減システム、レーダーブレーキサポート2を標準装備しており、前方衝突警報機能、前方衝突警報ブレーキ機能、前方衝突被害軽減ブレーキアシスト機能、自動ブレーキ機能で構成されている。さらに、ESP、エマージェンシーストップシグナル、ヒルホールドコントロールを保持して、車両の後退を防ぐ機能も、 標準装備されている。ありがとうございます。